セリーグ、広島一の八巨人、二十五回戦、巨人十三勝九敗三分け二十八日、松田、巨人の優勝に貢献した高梨悠平投手、三十二船場様大河投手、二十七大勢投手、二十五の、しゃべくり救援トリオ、による座談会が実現。絶対的守護神の大勢が離脱した際の秘話や、新たな、儀式、 が誕生ししたたブルペンの雰囲気などを明かした取材構成、樋口る写真7枚、長野、岡本は、山崎、萩尾、巨人ポーズコレクション。大成投手は右肩の違和感で5月に離脱したが、6月末の復帰後は守護神として君臨した。高梨、大成がいたから勝てました。いないときはきつかったけど、いなかったから成長できた部分もある。船場様 体勢がいるかいないかは全然違いますよね。あの時は地獄だった。でもどうにか、このメンバーで一つかとみたいな雰囲気がありましたよね。体勢、当時は責任感を勝手に感じていて、二人にそういう風に言ってもらえると思っていなかった。いろんな人にカバーしてもらって、感謝しながらテレビで試合を見ていました。離脱中に連絡は、大勢、那市さん、高梨。 とご飯に行きました。高梨、飯に行ったね。大勢、バッサー、船場様、からはラインが来ました。どんなやりとりよ。高梨、お前が帰ってくるのが遅かったら積む、行き詰まる、ぞって。そんな話をしたよね。大勢、しました。でも、梨さんから、お前は一軍に帰ってきても9回は投げられないとステーキを食べながら言われました。その時、 大役で抑えを務めた、バルチャン、バルドナード、が、無双していた、ので、船底、ブルペンキャッチャーの柳冠港、ニューファンジンさ3を移した、早く戻って来いよ、とメッセージ、月の、の動画は送りました。大勢投手の離脱で救援陣はより一致団結した。高梨そうですね、その時期はなんとか耐えて、大勢が帰ってくれば、 意識しながら、やっていた。船底、いなくなって、やばいってなったけど、残っている人で頑張るしかないなと。新人の西立投手やソフトバンクから移籍の泉投手ら、新加入のメンバーも多かった。